他にも勇者はいるが、あの3人がここにいなくて本当に良かった。俺の後ろに。もっと強くなって、少しでも直文様の負担を減らせたら、直文様の剣として。ふん、この耳と尻尾、本物みたいでしょ。素材にこだわったのよ。どうかしら、この完成度。我が名は米っ子。美しき翼を背負う女。飛ぶのはできないみたい。この巣は。出ては危険です。何してるんだ。俺の前に出るなと言っただろう。重い一撃を受けるのが私の役目。私はクルセイダー、絶対に譲れないのだ。なんでそんなに攻撃を受けたいんだ。意味がわからん。私が、いや俺が。この巣は。この巣は。じゃーん、どうかしら、この出来栄え。我が名は米っ子。ふわふわ衣装を身にまとう魔性の妹。なんだか同じ服を着られると照れますね。そういうものなのか。確かに本物と比べても違いがわからないほど出来はいいが。当然でしょ。それより可愛いとか似合ってるとか、そういう意見が欲しいんですけど。はあ、めんどくさいな。お姉ちゃん、それより腹減った。あら食欲までフィールとお揃いなんですね。そろそろお腹が空く時間だものね。せっかくだし、この服で食堂まで行っちゃいましょう。昼袋飲むシュワシュワは最高ね。ご飯だけじゃないのですね。もちろん、直文もこの世界に来た記念にシュワシュワ飲んでみなさいよ。ああ、とりあえず一杯だけなら。お、結構いけるな。あら、いい飲みっぷりじゃない。二人で飲み比べでもしちゃいましょうか。あの、アクアさん、直文様は。気持ち悪い。アクアさん、大丈夫ですか。今水を持ってきますので。お姉ちゃん、背中さすってあげるね。二人ともありがとう。なかなかやるじゃない、ラウフビー。はあ、飲み比べよりも情報収集がしたかったんだけどな。この巣場。私たちと戦いましょう。ソードマスターの実
私が…このスバ、俺はそう簡単に誰かを信用したりしないぞ。このスバ、そう、私の手を取って共に行きましょう。アルカンレティアへ。岩谷直文だ。言っておくが、慣れ合うつもりはない。そう、私の手を取って共に行きましょう。アルカンレティアへ。